こんにちは。テンション低い。さあ、なんか久しぶりです。そうですね。なんか顔もいつもと違いますね。はい、え？で、伊藤さんが結構実況とか、で、いろいろスタジオにもいなくて、はい、なんか本当に久しぶりな感じするんですよね、うん、スタジオにもなかなかいなかった。いや先週いましたよ。あれ先週だっけ。先週は いたじゃないですか普通に。あ、ちょっと4人でやったや。そんな明日のサタンク、はいはい、見どころお願いします。金子さん、見どころですか。やばいぞこれ。やばいぞ、それ振らない約束だったじゃん。そんなわけないじゃん。12月1週目のサタフクということでお送りします。内容は発見伝とは別の、まあ、特集担当ということで、野村さんが1週間ぐらいいたんですね。そう、野村さん先週ずっと福島に行ってましたよね。そう、あの5日連続ロケって言ってました。私やっぱりラーメン屋の息子ですから、そこら辺をちょっと味にうるさいということで、プロデュース詰め込んで、あらゆる、もう福島にね、いっぱいね、こうロケして行っていただいたその一つが明日、ようやく。はい、どこ行ったんですかね。只見町です。はい、知ってるね。只見町。なんで知らない。しばらくこのサブタイトルでやってましたけども、はい、明日からというか、今週からはですね、これまた変わって、つなごう福テレに変わったってことなんですよ。今、福テレ自体がそれで。いろいろキャンペーンもしてますからね。そうつなげてもらっていいですか。ちょっとつなげてもらっていいですか。ちょっと衣装の時間が巻き入れてます。我々のトークはつながりませんでした。じゃあ、そうそう、終わりました。こんなんでよかったんでした。こんなんです。こんなんですよね。